2024年5月2日、5チャンネルにこんなスレが立った。年を越せる気がしない。食品値上げ 31% で庶民から悲鳴。自民党、さらなる賃上げ公約に、物価以上の所得増ですね。皮肉の声も。賃上げが追いつかない。早速スレを見ていこう。4月30日、帝国データバンクは、5月に値上げする食品の平均値上げ率が 31% となり、2022年4月の調査開始以来、初めて 30% を超えたとの結果を発表したと、共同通信などが報じた。自民党は、党のホームページや SNS 上に、堂々と、物価上昇を超える、さらなる、賃上げを実現するとの公約を掲げている。SNS 上には、この公約を皮肉るようなコメントが投稿された。今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと岸田さんが約束してくれているので、物価上昇のニュースイコールそれを上回る所得の増加を意味するってことですよね。やったー。それと同時に、物価高に直面し、生活苦を訴えるような書き込みも相次いでいる。収入は同じなので値上げで生活きつくなってます。賃金は相変わらず上がる気配はなく。物価高だから仕方ない、とため息を吐きつつもなんとか暮らしているわけですが、こうも値上げが続くとそれもできなくなるんじゃあるまいか。マジで今年は年を越せる気がしない。もう無理だよこんなの。家計が持つわけない。多くの人が知っている通り、日本は世界有数の貿易大国で、資源に乏しく食料自給率も低く、生活に関するものの多くを輸入に頼っているのに、円安は国内で暮らす限り問題ないとか言い切るのって浅はかというか、愚かというか、恥ずかしくないのかなって思う。年を越せる気がしない、という人ほど年越せるから大丈夫。会社辞める辞める言う人ほど会社辞めないでしがみつくから大丈夫。賃上げするのは、企業が利益からの拠出なんだから、本来自民党とか関係ねえんだよ。経営や会計なんか微塵も考えちゃいないバカは、国が自分の報酬を何とかすると本気で考えてるから、底辺のままなんだよ。社会主義じゃねえんだからありえない。首切り自由化すや労働者の誘導と再配置が開始されて、自動的に報酬が上がり始めるよ。企業内に無駄な人材が多すぎなんだよ。ただし、誰でもできる人気職業は市場原理から上がらない。需要が高いのに人材不足な分野は上がる。もちろん生産性に比例して賃金格差は広がるだろうね。値上げで生活苦しすぎ。今すぐ解散総選挙しないのはなぜ？負けるの分かっているから。だろうな、アメリカのリセッション、利下げ待ちだな、年末頃かな。そうしたら、さも物価下がりましたって言うんだろ。そうなったら物価下がりましたどころかデフレ再突入になってると思うけど、ここのバカどもはデフレ歓迎だろう。ちゃんと実質賃金として上がってる実感があれば歓迎するんだろうけど、現実は実質賃金下がり続けてるからな。賃金上昇が追いつく言い続けてもう2年経つよ。年金とか生活保護も賃上げしないと。物価が上がらないと賃上げはない。当たり前の話。物価が上がったら賃上げしないといけない法律はないけどな。まあ経済論の基本だよな。円安好景気で庶民がオレンジジュースすら飲めなくなった。輸入コスト関係なく今オレンジジュース自体が暴騰してるんだよな。本番は秋以降。なんとかなるだろ。バブル超えの偶然絶後の好景気到来だったんじゃなかったの？バブル前もウィルショックとか大騒ぎしてたろ。大好景気の前には庶民の大ダメージがつきもの。いつの時代の話してんだジジイ。今は構造が違う。ちなみに取引先の工場や倉庫は電気代高騰しすぎて非正規全切りした上で夜勤なくした。それくらい企業にもヤバい事態だということ。機械化で非正規雇うよりコスト安く済むからってだけじゃないの？肥料代なのか温室ビニールハウス代なのか野菜もの木並みに高い。こういうバカのせいで農家が勘違いされてるのほんとイラつくわ。野菜の値段なんてみんな JA と市場が決めてるんだよ。肥料や温室等の設備費高騰はありえないと思っている君こそが、誰から見ても明白なバカである。まあ本当に年越せないなら死んでるし。死んでる人はいるんじゃない？死人に口なしだから。賃上げより減税しろ。賃上げは企業の都合だが減税は政府が決めればいいだけだ。ほんとこれ、企業が簡単に賃上げしてくれるわけない。どこかの統計だと 2% 台の物価上昇率だもんな。スーパーとか外食見てれば 2% とか到底信じられんわ。桁が違うよな。そらそうよ、すべてのものが上がってんだから。笑いが止まらないのはインバウンド業界だけ。国内生産の輸出企業がどれだけ残ってるって言うんだ。勝ち組イコール輸出製造業、海外投資、海外資産管理、インバウンド関連全般、旅行、交通、アミューズメント、宿泊、飲食、負け組イコール公務員、無職、輸入小売、人材派遣、広告用、建設、社会が良くなりそうなんだが。海外売上比率の大きい大企業の製造業は過去最高益になってるけど、中小企業の製造業の倒産が激増して止まらないらしいよな。幼いガキいる家庭がどんどん崩壊していくだろうな。ざまあみろなんだけね。
だから育児費用や学費をその他に負担させるのだろう。食費のエンゲル係数って超貧困層だけ高くなるんだよな。貧民ほど食料品が値上げするとダメージが大きくなるの？知ってて聞いてるだろ？聞き方が悪かったな。現代日本に食うに困るほどなのいないだろと。デフレに慣れすぎて高深刻並みになってることに気づかない。だって30年以上もデフレでやってきたから。現役サラリーマンのほとんども、高度成長期のどんどん物価が上がっていく時代を知らない。どうすりゃいいのかわからなくてみんな右往左往。早く適応した会社が大きく業績も伸びていくんだろうけどね。唯一違うのは、人材が大幅に減少していくこと。誰も経験していないから、全く対策が取れていない。資料が上がっているからなんだが、無茶な賃上げしいたら会社ごと倒れるぞ。人材不足の業界に人が流れるようになるのではないの？正直飲食店、美容院、薬局、歯医者は今の半分でも多い。生活保護が邪魔をする？無理やりやんなくても人材不足の業界は待遇上がってるよ。情報系トップエンジニアの世界なんて、今は残業なし、高報酬、休み取り放題、テレワークでも人がいない。おかげでめちゃ楽だよ。今日もお休み。むしろ政府が価格操作してる介護医療系の方が気の毒。まだ5月なのに年越せない？計画性ないバカってこと？言葉のあやだろ知恵遅れ。言葉の使い方もわからない知恵遅れが騒いでるってことか。一定以下の所得の世帯にフードチケット配ってくれんかのう。食品さえどうにかなれば、あとは賃上げまで買わずに済ませられる。でもそのフードスタンプを使って買い物すると、やだこのチーグ見た目も最悪だけどフードスタンプまで使ってる、ってレジの女子大生に内心プークスクスされる周期プレイやん。そんな屈辱あってはならない。現金かペイペイポイントで配れよ。なんだそのご褒美プレイは。私なら5万円は払うぞ。生活必需品の最低限のものですら買うのを躊躇する。本当にそうだわ。ティッシュやトイレットペーパー、石鹸やシャンプー、歯ブラシや歯磨き粉も安いのをセールの時、クーポン使ってみたいに。食べ物もランク落として、まとめ買い。電気ガス水道、通信費、年金、保険は、上がったら、なかなか節約できない部分。給与上がった、なんて言っても、円安で価値は10年前の半分しかないし、本来、価値半分なら倍はもらってないと、以前生活水準は保てないわけだし。結局、この世界は苦、そってこと。円高に向かうと株価下がって景気悪くなって有効求人倍率下がっていくけど円か？円高にしろとか言ってるバカは、失業率とか気にしないので、物価しか見えてない。そろそろ生活苦で自殺する日本人の庶民が出てくるんだろうな。それが目的なのかもしれないけど。これガチだけど、独身で死んだら預金を丸ごと国が没収できるんだよ。だから貧困世帯を補助して子供一人の世帯を増やすと相続されるから、貧困層切り捨てて世帯減らして、同じ家に多く子供を産ませようとしてんの。この国に人権なんてないからな。でも既婚子持ちは潤沢な子沢山資金もらっても子沢山したくない結婚できない弱者男性が結婚しないのが悪いとしか言わないぞ。働かない人はめちゃめちゃ物価上がってるように感じるだけじゃないか。働けや。ブラック勤めはしねってことか。転職すればいいんでは。あなた1年以内に転職しましたか？悪いインフレで雇用減っていってますよ。大企業ですら人的資本に困ってるのにたわごとは寄せよ。というか悪いインフレって、お前バカだろ。意味の分かってない言葉を得意げに使うなよ情けない。現実見えてないバカ。悪いインフレが何を言ってるのか理解できてないから、バカとしか返せないんだよな。ごめんな論破しちゃって。物価は上がっているのに全体の給料が上がってないという意味だが、ここまで説明しないとわからないんか。本物だろお前。やっぱりバカだった。悪いインフレってのは基本的にハイパーインフレのことを指すんだよ。戦時国際乱発とかで通貨が望んだ価値を保証できなくなった時に起きる現象を言うの。お前みたいに四半期景況すらまともに見ずにインフレだけど、俺基準で、不況だ、って決めつけちゃう低能が釣られまくってるけどな。本当にバカほど覚えたての言葉を理解せずに使うよな。みっともない。悟りの世代も終わりだな。年収400万でも、海外旅行など贅沢をしなければ、楽しく暮らせる。少額であれば貯金もできる。管理職は目指さず、自分の自由な時間を持ち、ストレスフリーの生活をする。というのもそろそろ終焉。年収400万だと、金銭面のやりくりでストレスを感じながら生きる毎日になる日がすぐそこまで来ている。500万以下は所得税と社会保障費がゼロになれば解決すること。金持ち。99.999999999% でいいぞ。お前が年収130万以下になる方が早い。お前は普通のやつをぶち殺すのが好きなのだな。金持ちに増税で正解なのにな。500万以下から取ったらあかんだろ。99.999999% は冗談だけどな。年収200万以上は金持ちだからしっかり税金払え。お前はなんで400万くらいのやつを目の敵にするのよ。年収400万イコール手取り280万だよ。自分もそのくらいだけど、
全然苦しくないからやで。要は税金払いたくないだけやろお前。最初に全納で払うねん。そしたら楽になるわ気分的に。所得 32% 以上になる賃上げやってくれるのか。やったら仰向けで腹見せてやるよ。それやっても元の数字がでかいやつがより得するだけなんだよな。格差拡大でしかない。定額でいくら上がるってやらんと。むしろ格差拡大した方がいいと思うわ。日本人が好む古き良き時代の1億総平均って2024年現在難しいというか世界的にも無理だと思う。無理にでも昔の考えでこれやろうとしてるから平均層が稼いだ金をバンバン低所得者に配りまくって平均層が死にそうになってる。怪我した部分じゃないけど、正直低所得者は生きる力がないんだからある程度のところで切り捨てないと他の健康な部位まで死していく。賃上げしたら値上げで回収するだけ。そう、それがジンバブエ方式。いいえ、日本以外の全世界方式です。ジンバブエは信用不安が起きてしまった失敗例。あの、バカな日本方式をしてるの日本だけです。あとはコロナ前の EU もそうだな。日本貸しかけてた。政策金利も2014年からほぼゼロ金利だったしな。日本より被害が大きかったコロナでアホみたいに通貨発行したんで息吹き返した。というよりインフレ制御できなくなった。バナナが99円から199円に上がった。100% 高。2倍になってるとかザラなのになんでインフレ率 2% とかになるのかほんとわからん。生鮮食品とかエネルギーは除外されてるからな。食品は体感倍近くなってるだろう。納税額の低い日本人は死ねっていう、自民党からの明確なメッセージなんじゃないのかな。そう解釈すると総理の日本人への執拗な攻撃とかすべて辻褄が合う。政府債務も税負担もこれ以上なかなか増やせないからインフレに手を出したのが現在の状況なんだよね。でも預金封鎖されるよりいいでしょ。円預金の価値はコロナ前の半額くらいになってるけどな。完成賃上げなんてやってると来年末ぐらいには倒産や失業者増えるんじゃねえの。できるわけねえから500万以下から所得税と社会保障費を免除してくれって思うがな。だから、年収130万以下は免除だって言ってんだろ。お前はその額で結婚できるのか？できるならその数字でいいけど。生活保護で暮らしてる夫婦なんか普通にいるやろ。俺はできないから働いてるだけ。税金は全納する。できないなら言うな無能。結局、働いてるとそれほど生活が苦しくなった実感はない。仕事してない人間だけが苦しんでるように思える。でも、それって当たり前だよね。働いてると売上やら利益は気にするからな。物価が上がるってことは、それらは勝手に上がるからな。うちも増収増益。賃金も 5% アップした。賃金も 5% アップした。それじゃあ総の1ドル80円の時代から給料は半分になってるってことだぞ。200% にならないと当時と同じ価値にはならない。お前は知能の低いブルーワーカーだから 5% 上がって喜んでるけど、実際には半額になってるんだぞ。給料をドル建ての時価で評価しても何の意味もありません。給料を 100% ドルに両替する人がいるとすればその人だけ給料の価値が半分になります。君みたいに、取引しないと時価で確定しないということを理解できないバカが多すぎる。貨幣価値が下がってるのは現実だからしゃあないわ。円建てではインフレでもドルで見ると絶賛デフレ真っ最中。デフレ脱却なんて空事だしな。為替のことしか考えないなら、円安化では価値の高いドルをたくさん獲得して円をたくさん獲得して、円高化ではたくさん獲得した円でドル建て資産を獲得して、を繰り返すのが一番の理想だよ。円安でドル建て資産価値のことだけを考えるのは君がバカだから。スーパーで半額になる時間狙って言ったらめちゃめちゃ客がいるんだよ。恥ずかしくないんかなあの小じきども。別に恥ずかしくないよ。子供二人育てるにはそれしか方法がない。優秀な人間が生活苦になったりしないよ。その考え方すげえな。夢は追い続ければ必ず叶う、と同じ種類の無敵理論。さらに少子化が加速する。さすがにこの状況じゃ家族養えない。日本終わるよ。もう終わってるから平気。日本円はもうジンバブエドルでもいいわ。それならそれでやりようはある。生産インフラがある国が通貨安に悩むしろボーナスステージ。まあ給料ドル払い以外を国民は拒否するけどな。ラーメン一杯2000円になるな。またガス電気水道上がるし。食のレジャー化が進んでいるなどと言われています。そこで、日本の食べ物を海外に輸出してはどうか。税プラス社保5割、家賃3割、食費3割、R5 エンゲル係数 27.8%。1割超えてるけど借金ってことでいいか？国力が落ちてるからどうしようもない。国力は落ちてないんだよ。無能政府のせいで為替のコントロールができてないだけ。高くなって逆に無駄なもの買わなくなって食費と体重減ったよ。帰ってよかった。半額を買い占める老害とか、バカだなと思うわ。貧乏人は生ポーケロ。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、2時間、10分、39秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。